動画の視聴ありがとうございます私レックス任意講師根本障司と申しますえここではレックの1月以降のラインナップの方を紹介していきますえまずこの1月以降のラインナップこちらの方が販売されました生鮮等連レギュラーパックというものですこちらですが1月から科目別等連である実力要請編これを受けながら3ヶ月で1回回す その後4月からファイナル編午前科目2回合科目2回をバラバラに受けていくそしてその状況今の状況を確認する模試を受けて軌道修正を図りながらまた午前科目2回合科目2回受けるそして最後に3週模試を受けて本試験に行くと。 これが合格者の方が多く愛用されている生鮮等連レギュラーパックというものですこちらの方時期、問題難易度いろいろ考えに考えて作っている昔から提供しているパックになりますまあただ、例えばこの部分まだ自分の学習に専念したいそういう方もいらっしゃると思いますそこで この部分がないものこの部分がないものも用意しておりますただこの部分がないとちょっとなんてなのが記述の分量なんですこの生鮮等連実力要請編は全12回こちら不等法1問小等法1問ずついて12問全部でつきますここがないというだけで本試験対応できる記述問題が減ってしまいます そこでここがない代わりにちょっと問題のレベルが少し優しめの問題優しめの期日答練をつけたパックこれが聖戦等連ファイナル記述パックというものになりますこれをすることによってこちら均四44問上48問ということで記述の問数については遜色ないレベルになります。 なのでこちらの方の1月から3月の生鮮討論を受講するかしないかというところで二択になると思ってくださいまたこのタイミングちょっと自分の実力をどんどん高めたいんだという方のためにいろいろインプット講座の設置も用意していますこちらが「雲の地記過去問ファイナル技術合格パック」というものですこれは先ほどの 記述がついているもの、実力要請がない、そしてこちらです。合格者方が多く絶賛されている、いわゆる絞り込み講座、こちらがついているパックになります。また、こういうのもあります。携帯消用手紙60日完成講座というものです。有名な書籍である携帯消用を使って、60日を使って、 こちら全科目やっていくともうすぐに今からインプットが始められますご自身でインプットをするのはなかなか難しいという方こういうものを使うのもいいと思いますはい。でまた今年はいろんな改正がありますその改正をご自身で追い切れないという方 その方のためにこういった改正法の講座もあります。全4回になってますが、これは90分かける4回の講義なでなってます。そこまで大きな負担にはならないと思います。改正情報こういったもので集めるというのも一つの方法です。これがレックの1月以降のラインナップになってきます。で、それ以外にもいろいろな講座等が出ております。 こちらのパンフレットの方を見ていただきますと今言った講座の詳細日程などが載っていたりはいまた、こちらのパックの方に載ってなかったものいわゆるこの太郎と花子の事件簿実務家が作るこちら記述問題こちらの方の販売も。 始まってますますた予想講座や記述の底上げ単純暗記もの制覇先ほどの改正法の講座携帯の講座また合格ゾーン過去問集をしっかり潰すという講座 こちらの方は過去問の方でも記述、独学でしにくい記述の講座や、記述の力10分ずつ底上げしていくという講座、こういったものも用意してあります。えもし何か興味があれば、こちらパンフレットを手に取ったり、また QR コード等もありますので、そちらの方で講座の詳細を見てやってください。こちらの動画の方は以上でです。最後ままごご視聴ありがとうございました。